それでは続いてはステップ4に進んでいきます。ステップ4では先ほどステップ3のこの2つができたらティーアップの高さをさまざまな高さに変えてショットをしていくという練習をしていきます。要はティーの高さを変えても同じように打てるかどうかを確認していきます。フェアウェイでは通常のゴルフ場のフェアウェイでは平らな部分の方が少ないです。その場面で同じ高さにヘッドを戻してこれるかどうかっていうのを確認していきます。それではまずは一番低いティーの高さで練習をしていきます。続いて少しティーを上げて打っていきます。通常ティーアップしたらこんなに高くフェアウェイウッドはしないと思うんですけども、今回は練習ですのでこの高さで行っていきます。この時に高くした分グリップを少し短く握るようにしてください。そのまま前傾角は変えずにクラブだけ短く持って同じように振ってみてください。もう少しティーを高くして打っていきます。その分短く持っていきます。最後は一番高いティーアップで練習をするようにしてください。短く持っていきます。前傾角、膝の高さ、腰の高さを変えなければ同じ位置に戻ってきます。このように高さを変えても通常通りスイングができればフェアウェイウッドはコースでミスショットが少なくなってきます。ぜひ一度試してみてください。以上で終わります。